はいどうもゆうじです。今回はつい先日会社を辞めたので今の心境となんで辞めたのかって話をしていきます。自分は2019年の4月に今の会社に入社したのでたった1年で辞めることになりました。4月1日からはウェブエンジニアとして働くことになります。次の会社はどんな会社かというとインフルエンサーとインフルエンサーマーケティングをしたい会社をマッチングさせるプラットフォームを作っている自社開発企業です。その会社で自分は何をするかというと主に PHP のララビルを使ったりとかラストを使ったりフロント側はリアクトを使ったりとかしてそのプラットフォームの開発に携わるわけです。一応サーバーサイドエンジニアとして入社はするんですけど自分的にはフロントエンドもしたいしなんなら Swift とか使ってアプリも作ってみたいんですね。とにかくいろんなことにチャレンジしてみたいです。あれやりたいこれやりたいって言っても自分の能力的にも会社の都合的にもそんなことできるわけないのでとりあえず実務経験の中で一つずつ積み上げていきたいと思ってます。3月の25日に会社を辞めて次の会社は4月の1日から始まるのでこの1週間ぐらいはずっとニートをしてます。ただニートって言っても厳密には有給休暇を取って休んでるだけなので毎日1万5000円ぐらいは入ってるリッチなニートです。この1週間は次の会社に必要な書類を揃えたりとか健康診断に行ったりとかプログラミングを勉強したりとか YouTube を撮ったりとかいろんなことに時間を使えて結構楽しんでます。ニート最高ですね。前置きはこれぐらいにして次からは自分がこれまで勤めていた大手通信会社は一体どんな職場だったかっていう話とあとはなんで辞めたのかっていうこの2つについて話していきます。今回の内容はちょっと特殊なんですけど自分のチャンネルではプログラミングとか自己啓発とか時事問題とか皆さんにとって絶対に役立つ情報を発信してますのでぜひチャンネル登録をお願いします。自分が入社した会社は入社する前からいい人が多いよとか世間的にもそういう声が多かったりしたんですけど実際に入ってみると予想以上に居心地が良くて職場環境は良かったと思います。自分はまだ1社しか経験してないしこれから先大企業に勤めることはおそらくないと思うので一生他の大企業と比べることはできないんですけどただ絶対的な評価で言えば職場環境は間違いなくトップクラスでいいところだったって言えます。自分が配属された部署はスポーツ関係のところで自分が小中高大ずつサッカーしていたこともあってめちゃくちゃ仕事も楽しかったしやっぱり大手っていうこともあって一つ一つの案件が巨大でやりがいもありました。あとやっぱり上司先輩同期とか本当に優秀な人多かったですよ。やっぱり出身大学とか見ても東大京大早稲田慶応とかマーチとかカンカン同率ばっかりでした。自分はこれまでずっとハイレベルな高校に入って大学に入って会社に入社したのでこういった東大京大早稲田慶応みたいな優秀な人たちと一緒にいるのは当たり前だと思ってたんですけどこれ本来は当たり前じゃなくて結構本当に幸せなことなんですね。その中でも特に自分より一回り二回り上つまり40代50代ぐらいの東大京大出身の人は本当にヤバいです。めちゃくちゃ頭はいいです。今の東大とか京大はかなりレベルが下がってるんですけどただ昔の東大とか京大は本当にレベル高かったですよ。今の40代とか50代の人は分かってくれると思うんですけど本当にレベル高くて頭がいい人しか入れなかったです。やっぱり大手になるとそういった東大京大出身の40代50代ぐらいの課長さんとか部長さんとかがいっぱいいるんですね。やっぱりそういう人は超ロジカルモンスターだし一つ一つの話を聞いてても他の課長さんとか部長さんと比べてても群を抜いて頭いいなって感じました。自分の年齢と近い人からそういった年上の人まで本当にハイレベルな人と一緒に仕事できたりとかつながりができたっていうのは本当に大手に入って良かったポイントの一つだと思います。あと社内だけじゃなくて社外の関わる人も本当にハイレベルな人ばっかりなんですね。例えば外資系のコンサルティングファームの戦略コンサルタントが出てきたりとか電通さんが出てきたりとかとにかく本当にビッグプレイヤーばっかりが出てくるんですよ。社外の人に関してはつながるっていうことはなかなか難しいんですけどそういった人と一緒に仕事をすることによってその人の発言とか発想とか資料の作り方とかそういったものは全て参考にできるのでそれもいい経験だったと思います。たった1年だったんですけどやりがいのある仕事を楽しくできていい人間関係もできてなかなか有意義な時間だったと思います。自分の過去の動画で大企業は市場価値が上がらないとか搾取され続けるだけとかとにかくディスりまくってるんですけどただしっかりと期限を設けてしっかりとした目的を持っていれば別に入ってもいいんですよ。大企業は何か特殊なスキルが身につきにくいのでダラダラと無目的に居続けることは良くないですよって言ってるだけです。人生100年時代においてなんで特殊なスキルが重要であるかっていう理由についてはまた別の動画で解説していきます。とにかく今何の目的もなくなんとなく大企業で働いてるんだったら自分みたいに転職した方がいいですよって感じです。ここまでで自分が働いてた会社はどんな職場だったかっていう話をしたので次からはなんで辞めたかっていう理由について話していきます。会社を辞めた理由の一つ目は自分のやりたいことだけをやれる人生に近づくためです。自分のやりたいことだけをやるっていうのは人生においてなかなか難しいんですけど純度 100% と言わなくてもその純度 100% に限りなく近づけることはできると思うんですよ。例えば与沢翼さんは自分の家族と一緒にドバイに住んでいてお金も時間もいっぱい持っていてとにかく自分のやりたいことだけをやって生きているように見えます。あの与沢さんですら自分の生活の中で 1% ぐらいはやりたくないこととかめんどくさいことって含まれてると思うんですけどただ残りの 99%
90% は自分のやりたいことだけをやって生きてると思うんですね。あれが結構自分の中で理想に近いです。一方でサラリーマンはどうかというと、朝の9時ぐらいに出社して夜の18時とか19時ぐらいまで働くわけですよね。一日の大半を自分のやりたくないことに時間を費やしてるわけです。他の誰かが作った会社の中で誰かに指示されたことだけを淡々とこなす毎日が絶対に好きなことをやってると言えるわけがないんですよ。いやいや、自分の今の仕事はやりがいもあるし楽しいから好きなことをできてるんだっていう人がいるかもしれないんですけど、それはただの言い訳なんですよ。ここで考えてほしいのは、趣味がサーフィンだとして、そのサーフィンと仕事を丸一日使ってやるならどっちをやりたいですかって言われた時に絶対にサーフィンの方を取りますよね。その時点で仕事を好きなことができてるっていうのはもうダメなんですよ。自分のめちゃくちゃ大好きな趣味と仕事を天秤にかけて、それでも仕事の方がやりたいって言うんだったら、仕事であってもそれは好きなことができてるって言えます。こういう状況においても仕事を取るという人は、おそらく自分で会社を経営してたりとか自分でビジネスを持ってる人です。趣味と仕事の境目が曖昧で好きで仕事をしてる人ですよね。そういう人は自分の仕事は楽しくやってるんだって言っても何ら不思議はないです。ここで想像してほしいのは、満員電車に押し込まれてる目が死んでるゾンビサラリーマンです。彼らのほとんどは絶対に好きで仕事をやってないです。好きでやってたらあんな目はしないです。自分はああはなりたくないので会社を辞めたんです。雇われの身でいる限り、自分のやる仕事の内容とか人間関係とか全て会社にコントロールされるので、自分のやりたいことを好きな環境でやるっていうことは絶対に叶うわけがないんですよ。生きていくためには何かしらの労働は必ず必要になります。そして人生100年時代においては、だいたい60年ぐらい働かなければいけないです。この60年間を自分のやりたくない仕事とか全く面白くもない仕事に費やすのってかなりしんどいんですよ。おそらくほとんどの人は80歳ぐらいまで働かなければいけないっていう事実を受け止めきれてないんですね。もしくは気づいてないんですよ。特に20代の人はそうです。80歳ぐらいまで働かなければいけないっていうことが事前に分かってるんだったら、自分の好きな仕事を探すとか何か特殊なスキルを身につけるとか、そういった風にライフシフトをするのは当たり前なんですよ。今何も考えずにぼーっとしてるだけの会社員は、その会社が永遠に続くと思ってるし、しかも永遠に続いたとしても60歳ぐらいで定年退職で追い出されることを分かってないんですよ。実際は80歳ぐらいまで働かなければいけないんですよ。だから自分の場合は特殊なスキルを身につけつつ好きな仕事を探すっていう方向にシフトしたわけです。これが会社を辞めた理由の一つ目です。会社を辞めた理由の二つ目は、会社への依存度を極限まで下げることによって、サラリーマンでは考えられないぐらいの自由なお金と時間を手に入れることができるからです。他の動画でも散々言ってるんですけど、サラリーマンは所詮時給労働なんですよ。そして働ける時間が有限である限り、稼げる額は上限があるわけです。会社で何十年間も頑張って課長部長って出世したとしても、手取りってだいたい1000万円いったらいい方ですよね。だいたい20年ぐらいの間毎日10時間ぐらい働いて、ようやく手取り1000万円って、これコスパ悪すぎないですか？そういう人生でも別にいいっていう人はいるかもしれないので、それは否定しないんですけど、ただ少なくとも自分は嫌なので会社を辞めるわけです。そしてそういう人生から逃れる唯一の方法は自分でビジネスをすることなんですよ。この自分でビジネスをするためには会社からいつかは抜けなければいけないわけです。自分でしっかりとビジネスを持って、そしてこの資本主義社会における正しい資産形成を行えば、サラリーマンでは考えられないぐらいの可処分時間と可処分所得が得られるわけです。月に100万とか200万とか、もっと言ってる人は1000万とか稼いでる人いますよね。そういう人は会社から抜け出して、しっかりと自分でビジネスを持って資本主義社会を正しく生きてるからなんですよ。自分でビジネスを持ってる人は頑張れば頑張るほど青天井に稼げるし、さらに嬉しいことには暇人になって時間もできるんですよ。こういったバグった世界がこっちにはあるんですよ。自分は自由な時間とお金を手に入れて、いろんな国に行ってみたいし、子供といっぱい遊んであげたいし、どこか行きたいと言われた時にお金と時間を気にせずにすぐに連れて行ってあげたいし、そういったことがしたいわけです。でもサラリーマンはそんなことできないわけです。将来もし自分の子供にアメリカ留学にどうしても行きたいんだって言われたらどうしますか？すぐに OK って言えませんよね。それはお金がないからです。ただそういった時も自分はお金とかを全く気にせずにすぐに行っておいでって言ってあげたいわけです。お金と時間があればとにかく人生の選択肢がめちゃくちゃ増えるんですね。最高の医療とか教育を子供に与えることができるし、家族と最高の思い出を過ごすことができるし、自分の両親にも仕送りとかバンバンとできますよね。こういったことをやりたいわけです。今言ったこと全部ただのサラリーマンじゃ絶対に実現不可能なんですね。お世話になった両親に毎月毎月仕送りを送ることもまともにできないし、子供がアメリカ留学行きたいって言った時もまともに行かせてあげられないし、自分が海外旅行に行きたいと思ってもなかなか行けないですよね。そういうのは絶対に嫌なんですよ。自分一人が頑張ってお金と時間を稼いで、自分も含めて周りの人に最高の選択肢が与えられるんだったら、それは素晴らしいことだと思ってるんですよ。自分はそこを目指してるわけです。とにかくサラリーマンじゃ考えられないぐらいの自由な可処分時間と可処分所得が欲しい。これが会社を辞めた理由の2つ目です。ここまでの話で自分が会社を辞めた理由を2つ言ってきました。そしてこの2つが自分が最終的に目指す姿でもあります。この
の最終的なゴールから常に逆算して会社を選んだりとか抜けるタイミングを全て計算してるわけです。自分の中に明確なゴールがあって常にそこから逆算してるので合理的なタイミングで合理的な意思決定ができるんですね。なので今人生において何かゴールがないっていう人はまずここから考えるべきだと思います。人生において自分のやりたいことってなんだろうとか自分の夢ってなんだろうとか自分なりたい姿ってどんな姿だろうっていう問いって本当に大事で、まだ明確に答えられない人は1週間何もしなくていいのでこれだけを考えてもいいぐらいです。今回の動画は自分が会社を辞めるタイミングを利用して自分のやりたいこととか将来のビジョンとかを少し話したんですけど、この動画をきっかけにして皆さんも自分の将来とかやりたいことを考えてくれたら嬉しいです。それでは今回の内容は以上です。このチャンネルでは副業とか自己啓発とか資産形成とか皆さんにとって超役立ちの情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは。